でかでかいのかな。岡松天国。はい、おはようございます。岡松天国です。今日は大津港の稲の丸さんにいて、タチウオ、今東京はタチウオが釣り始めてですね、タチウオ釣りにやってきました。じゃあ、早速紹介します。これまあ、タチウオ専用ロットじゃないんですけど、ライトゲームのサオに、コースマスター600、まあ、小型電動リールとかですかね、で、TE が2号。マーカーがついてるやつです。で、手先はまあこうちょっとなってるのがいいのかなと思います。重りが65。手先でします。稲の丸さんではですね、こういうのを用意してくれてました。この城ですね、すごいいいサイズの多分この城ですね。はい、手中の仕掛けこんな感じになってます。これまあフグとかでも使うやつですね。で、まず餌を何の餌でもこういう風にこう先がこう斜めに入ってるんですけど、これをまず鍵でまっすぐになるように、まずこれもこういう感じですね。こういう感じにします。こちらはイワシのご飯です。イワシのご飯で、この白い方からですね、白い方からこの裏側からこう出してあげて、でこういくで、こう滑らせてあげて、このここに返しがあるんで、ここにまっすぐピンとなるように、これ引っかかってこうやって抜けなければ OK です。これだとタチウオ釣れません。全然こうなるとタチウオ全く釣れないので、必ずこうこの返しでこう引っ掛けてあげるんです。こういうのイメージがあります。で、これでこう小魚に見える感じでこうこういう釣りです。必ずここがまっすぐになってないとダメです。でもこれだけです。この返しが弱い仕掛けというか針のメーカーさんがあるんで、あまりここが結構脆い針はあまり使わない方がいいのかなと思います。山下さんはこの辺がすごい東京湾の形を知り尽くしているので、はい、回転ですね。狙いのファンでも打てます。岡松天国47メーターでとりあえず止めてもらってね、そこから上の方止めてってください。大体天秤点屋の方は10メーター、ルアーの方は15メーター上の方で、ね、止めてってください。鼻ボケだけはね、しないようにしっかりね、鼻だけは取ってくださいね。47から、ちょっと
ってくださいでいいかな。今までで一番サイズがいいかも。おー、いいじゃん。ちょっとサイズアップ。よし。当たるんだけど、ああもう最悪。いいんじゃない？抜けた。今ここまでいたんだ。そこまでいた。多分ドラゴンだった。今でかかったですよね。ドラゴンだった、ね。めっちゃ引いてたもん。カマス天国。はい、ということで無事釣りから戻ってまいりました。釣果の方はこんな感じです。だいたい30匹ぐらいいるんじゃないかと思います。でですね、このタチウオを使って、今回は韓国の料理であるカルチジョリムっていう、ちょっとこうブリ大根の辛くて、ブリじゃなくてタチウオみたいな、大根とタチウオを使った料理を作っていきたいと思います。それでは。モハラシェフは言った、この斧のカルチジョリムがちょっと多いな、食べきらないタイプ。大さじやってからにしてくださいね。マジで怒られる。何を言われようと500、自分だけのちまちに切ってみました。カルチジョリムを。そう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 、このねパン切り包丁でね。ちょ違うやろ。